ベルトの厚みもあって、つけやすいですね。つけ心地はとってもいい。そして CSM ならではの、この塗装の香りがね、ほのかに香っていい感じですね。そして前回のパート1で、BGM の連動があったらいいなっていうことをお話ししたんですけれども、ボタンを長押しすることで、カードを入れた時に BGM が切り替わる連動機能があることが分かりました。コメントで教えていただいた方、本当にありがとうございました。カードを入れて BGM が切り替わる瞬間、心の中ではもうゾクゾクっと、するような、もうすごいテンションが上がりますね。これは本当にいい機能です。ここ。仮面ライド。これいい。最高ですね。はい、ということで今回はパート2ということで CSM ディケイドライバーと一緒に届いたこちら、すべてを破壊しすべてをつなぐカードセット、コンプリートセレクションモディフィケーションライダーカードをご紹介します。ではまず早速開けていきたいと思います。これね、すごい重い。今回の30枚プラス77枚プラス特典3枚のすべてのカードが収録できるバインダーが付属しているということで、まあ、カードもね、いっぱい入ってますし、かなり重いですね。ずっしりきます。せーの、よっ、おー、かっこいい。こういう小分けになってるんですね。おー、これバインダーだ。側面からこうやって抜くことができるバインダーが2つ入ってますね。おー、かっこいい。そしてこれが、今回の収録されているカードの、詳細が書いてある冊子ですね。厚みはこれぐらい、そんなに厚くはないですね。そして一番奥にはこのようにカードが2束になって、うわー嬉しい、こんなにカードが増えましたね。うわーやったー。他には入ってないですね。あ、この箱自体が結構重いんですね。かなり頑丈な厚紙でできていました。あんまりこれ事前に調べてなかったので、ちょっとどういうデザインなのか把握してないんですけれども、ではまずはピンク色のライドブッカーの絵が描いてある方から開けてみましょう。おー、かっこいい、超かっこいい。外側のケースは、ちょっと薄めな紙でできていて、ボロボロにならないように取り扱い注意ですね。これは中のバインダーは、厚紙でできていて、これは結構頑丈そう。そして表紙、背表紙がすっごいかっこいい。光沢感もあってとっても高級感がありますね。さらに文字がこのように特殊加工されてて、メタリックのピンクになってます。すっごいキラキラしててかっこいいですね。中は、一般的なカードケースのような、こういう、まあ、一般的なクリアファイルの、形になっています。ではもう一つの黒字のディケイドライバーの絵が描いてあるバインダーも開けてみましょう。引き出すと、おー、やばい。こっちもメタリックピンクの文字になっていて、いろんな仮面ライダー乗っていますけれども、ベルトがね、全部ディケイドライバーだから、全員ディケイドなんですね。かっこいい。中は、先ほどのバインダーと全く同じ。これはバインダーに入れる作業が面白そうですね。後でじっくり1枚ずつ楽しみながら入れていきたいと思います。では続いて付属している小冊子を開けていきましょう。あ、これはカバーなのか。中を開けると、ちゃんと目次から始まっていますね。体感せよ、すべてを破壊し、すべてをつなぐ力の根源を。あ、中はこういう、もう絵がいっぱい載っている。ライダーの姿とか、ファイナルフォームライドなんかも、いっぱい載ってますね。おー。そして、お二方の、サインも載っている写真も掲載されてます。これは後でじっくり読みたいと思います。そして、カードですよ。これも、もちろん、前回ご紹介した30枚と同じ仕様で、劇中にかなり近づいているプラスチックカード。絵柄も、攻撃力とか、そういったものは一切ない。劇中をイメージしたカードデザインに裏表ともなっています。かっこいい。77枚のカードを持つだけでとても重みを感じます。さすがプラスチックカードですね。あ、ちょ。お、これは欲しかった。これって入れるとエラーになるんですか？あー、エラーになるんですね。これは嬉しいな。さあ、では、ほとんどが新規音声ということで、音声確認していきましょうか。まずはディケイド、コンプリートフォーム。
クーガアルティメットフォーム。仮面ライド。クーガアルティメット。アギトシャイニングフォーム。仮面ライド。アギトシャイニング。龍騎サバイブ。ファイズブラスターフォーム。仮面ライド。ファイズブラスター。ブレイドキングフォーム。仮面ライド。ブレイドキング。アームド響き。カブトハイパーフォーム。仮面ライド。カブトハイパー。電王ライナーフォーム。仮面ライド。電王ライナー。キバエンペラーフォーム。クーガライジングアルティメット。仮面ライド。クーガライジングアルティメット。電王超クライマックスフォーム。仮面ライド。電王超クライマックス。1号仮面ライド。1号。2号仮面ライド。2号。 V3ライダーマン。仮面ライド。ライダーマン。X。仮面ライド。X。アマゾン。ストロンガー。仮面ライド。ストロンガー。スカイライダー。仮面ライド。スカイライダー。スーパーワン。仮面ライド。スーパーワン。ゼクロス。仮面ライド。ゼクロス。ブラック。仮面ライド。ブラック。ブラック RX。シン。仮面ライド。シン。ZO。仮面ライド。ZO。J。仮面ライド。J。
る。仮面ライド。スカウ。ブランク。そして仮面ライドのブランク。ギガント。アタックライド。ギガント。アドベント。アタックライド。アドベント。サイドバッシャー。アタックライド。サイドバッシャー。マッハ。メタル。アタックライド。メロン。オニビ。アタックライド。オニビ。僕に釣られてみる？アタックライド。僕に釣られてみる？答えは聞いてない。泣けるで。アタックライド。泣けるで。突っ張り。アタックライド。突っ張り。うっちゃり。アタックライド。うっちゃり。ガガの腕は。アマゾン。ファイナルアタックライド。アマゾン。クーガタイタンフォーム。フォームライド。クーガタイタン。クーガドラゴンフォーム。フォームライド。クーガドラゴン。クーガペガサスフォーム。アギト、ストームフォーム。フォームライド。アギト、ストーム。アギト、フレームフォーム。フォームライド。アギト、フレーム。ファイズ、アクセルフォーム。フォームライド。ファイズ、エクセル。電王、ロッドフォーム。電王、ガンフォーム。フォームライド。電王、ガン。電王、アックスフォーム。フォームライド。電王、エックス。電王、ウィングフォーム。フォームライド。電王、ウィング。キバ、ガルルフォーム。キバ、ドッカフォーム。フォームライド。キバ、ドッカ。キバ、バッシャーフォーム。フォームライド。キバ、バッシャー。ダブル。ファイナルフォームライド。ダブル。そして新規音声最後は、ファイナル仮面アタックフォームライド。ファイナル仮面アタックフォームライド。DJDJK。以上が CSM ディケイドライバーで新規音声となったカードでした。以上 CSM ライダーカードをご紹介いたしました。はい、とりあえずバインダーに入れてみたんですけれども、やばいですねこれ。この入れてる時間が最高に楽しい。そしてあーでもないこうでもないって入れ方をねまた変えていくのも、面白いですね。自分自身バインダーにカードを入れるほどいっぱい持ったことが
多分ないので、すごいなんか新鮮ですね。そして、カードをね見ていくと、ディケイドライバーに入れた時の傷がね目立つんですよね。剛腕セットぐらい買っとけばよかったな。失敗。それでは通りすがりの忍者一番刀チョコ開けていきたいと思います。開封。えい。だー。やっぱダメか。BGM 効果は特にありませんでした。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録の方をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。